バートン・シー・アンドラスはアメリカの軍人。ニュルンベルク裁判の際に被告人たちを収容していたニュルンベルク刑務所の所長を務めていた人物。1892年にアメリカ軍人の息子として生まれる。生まれて間もない頃、父と共に東インド諸島の戦場にいたため、俺が初めて敵の砲火をかいくぐったのは生後2ヶ月の時だとよく自慢した。 士官学校を出ていなかったが、第一次世界大戦時に将校として入隊した。しかし、フランスへは派遣されず、ジョージア州、ホートオグレソープ軍用刑務所の所長を務めた。第二次世界大戦では、ジョージ・パットン将軍の部隊にいた。パットンを崇拝しており、ジョージと共になら目的が何であれ、いつでもどこへでも俺は行くと語っていた。ニュルンベルク裁判で、 無罪判決を受けて釈放された3人と、所長アンドラス大佐。左からフリッチェ、アンドラス、パーペン、シャハト。ヨーロッパでの戦争が終わった後、ゲーリング以下、ナチスの幹部級捕虜が収容されていた、ルクセンブルクバート・モンドルフのパレスホテルに作られた刑務所の所長に任じられた。ロンドン検証締結直後、被告人たちをニュルンベルクへ移送し、 そこで引き続き刑務所長を務めよとの命令を受けた。1945年9月に被告人たちをニュルンベルク刑務所へ移送した。移送の際にカイテルやヨードルといった高級証拠を起立させ、お前たちはもはや軍人ではない。犯罪者だ。と宣告の上階級賞を剥奪するといった領辱を加えている。ニュルンベルク刑務所では心理学者で、 ユダヤ継承校のグスタフ・ギルバート隊を刑務所付け心理分析官に任じ、被告人の精神状態を記録に取らせた。ルドルフ・ヘスが記憶喪失を主張した際には激怒し、ヘスの嘘つき目。毛病遣いのイカ様野郎め。もしあいつが記憶をなくしたのなら、なぜ英語の話し方を覚えていると罵った。 1946年2月にゲーリングと敵対するシュペイヤがギルバートを通じて被告人が一緒に食事するのを許せばゲーリングが知った激励して他の被告人を従えてしまいますと提案してきた際にはこれを採用してゲーリングを一人で食事させるよう監修に命じたこれについてゲーリングはここにいるナチ党員の中で私が一番の実力者だからといって 最も危険な人物とは限らんじゃないか。あの大佐は自分が歴史的な人物を相手にしていることが分かっておらんのだ。いい意味か悪い意味かは別にして我々は歴史になお残す人間だぞ。それに比べてあいつはなんだただの雑魚じゃないかと愚痴った。管理能力はお粗末でよく収容者に自殺された。1945年10月5日には収容者の一人、レオナルド・コンティが 10月25日には、ロベルト・ライが、そして、死刑執行直前の1946年10月15日に、ゲーリングが自殺した。それでも、任務を終えた際には、アメリカ出席検事、ロバート・ジャクソンから、大佐は、困難な仕事に挑んだ素晴らしい人物だ。勤勉かつ聡明で、あらゆる点で自己の信念に忠実だった。と、賞賛の言葉を送ってもらえた。 裁判後に陸軍を退役し、ワシントン州タコマのピュージェットサウンド大学で地理学、経営管理学の教授を務めた。1977年に死去。最後の言葉は、朦朧とした意識の中で叫んだ次の言葉だった。ゲーリングが自殺した。連合国管理委員会に知らせねば。ありがとうございます。